ルルがやっぱり泣いてる。1時半になっちゃった。面倒見ながらやってたら、流しが気になっちゃって、気になっちゃって。前、入院する前は、実践してた お掃除法があります。アップしてあると思うんだけど、もう一回やってみます。綺麗に、ざっくりですけど、綺麗にします。綺麗ですよね、綺麗ですよね、綺麗ですよね、みたいな。あ、これはね、生ゴミ用なの。こうやって、ハエとか来ないで蓋してるの。うち、家の周りがね、虫だらけだから、これで、これ、シラスのね、お買い得を買うと、微協さんでもらってくるやつ、時々もらって、ひどく古くなったらまた、やるの。これにぴったりなの。こうやって入れとく。これだけで、水をバーってやっても、生ゴミに入んないでしょ？ここに。この中に入んないから、こうやっておくの。あ、この中に入らないから、これで、生ゴミ用の蓋です。これは、自分で考えた。なんで生ゴミ、これかって言ったら、このまま、堆肥の方に持っていきますから。堆肥の懐っていうか、畑とか、埋めたりしちゃいます、もううちは。全部。ゴミ捨てません。回収には出さないの。畑で採れたものは畑に返すの。はい、1分。で、ここ、最後に、1日の最後に、これで、布巾で拭きます。もう清潔な布巾がいいですね。綺麗だね、ただいま、ここ。また、今度はやろう。で、何を拭くかっていうと、流しの水を、これで、ゴキブリが来ないようにってくることもあるんですけど、拭き取ります。こうやって、ずーっと拭き取ります。これやってから、寝るの。こうやってずーっと拭き取るの。いらない、洗濯する前の、あれですから、これで、ずーっと拭き取るの。こうやって。ざっとはいいんですけどね。でもね、拭き取るとね、カビが生えません。翌日までに。この梅雨時、絶対これやるとおすすめです。ほんと綺麗に、全部、どけなきゃいけないな。ここも汚いな。もう、私の入院してる間、結局、これは主人が実践はしてこらなかったので、それまでずっと綺麗にやってたの。これだとね、あれです。流しの掃除がない。あと、いらないのよ。カビが生えないからね。黒くなったりしないのよ。この隅までみんなやっちゃうの、綺麗にこうやって。で、これはほら、どうせ洗濯機で洗うから、綺麗になったかな。この水滴を とりあえず取っちゃうの、こうやって。こうやって、ざっと切ります。もしあなたもう一個、から引きしちゃうの。から引き、ぐーっときれいになっちゃう。このぐらいきれいにした。だってこれ、洗濯するんだからさ、十字どうでもいいじゃん、みたいな感じ。よし。こうやって、拭きます。舐めるようにすると、舐めるの嫌だからさ、このぐらい。こうやっときます。で、本当は隅がね、隅が問題なんだよ、本当は。ここの四隅が。ああ反応しちゃったよ。我が家はこれですから、もう一回拭きましょう。これで綺麗に拭きます。もっと慣れてくればさっさとできるわよ。で、だってここに夜誰かが、家族が来て、ブクブクペーとかやっちゃったらもうそれでアウトですけど、寝る前にこうやっちゃう、綺麗にしちゃうの。これでおしまいね。で、ピレッピカ。こうやっとくとね、カビが生えないです。本当にカビ生えません。だから綺麗にすれば、それが、綺麗がそのまま保てます。水拭きするだけで、拭き掃除で。拭
き取る、水分を拭き取るだけで、綺麗なままになります。で、ほんとこれ、こんなのしたくないの。この赤いのいらないの。ここもほんと嫌なの。だけど、しょうがないわね。多少必要だからね。で、こんな感じ。垂れてる。こんな感じです。これで置いとくと、もう何日もね、毎日やります。毎日、寝る前にやるの。それだけで平気。一日に一回きれいにして、これで、休みます。そうすると、流しは、掃除いらずです。びっくりするほど。まあ、排水口ちょっと、一回は掃除しなきゃいけないけどね。中まで拭けないから。ぜひ、この、布巾の、拭き取り掃除、やってみてください。本当にね、きれいになります。きれいで言います。きれいになんないじゃない。きれいにしたところを拭くのよ。だから、きれいなままでいます。うん。すんごくね、朝ね、起きた時にね、うわ全然きれい。いい感じって感じなんです。ゴキブリも水を飲みに来ないしね。うん。最近も、繁殖しないでしょ。だから、カビがこの隅に、壁に入るんですよ。ボコボコボコって。それが壁が入りませんから、とってもよく綺麗です。試してみてください。ルズが泣いてるので、また見てから私も寝ます。おやすみなさい。何時だよ。うわぁ。証拠の写真が撮れない。まあいいですね。1時28分だ。1時だよ。てか1時28分です。ちょっと時計進んでます、こっちは。ジェルの世話して寝ます。どうも。